はい、今回の動画は Excel で小計と合計を一発で集計する方法をご紹介します。で、どういったことかというと、今回のこの表で言うとですね、この10月から12月の小計をこちらの、ね、行に出して、でさらに1月から3月の小計をこちらの行に出して、で最後に全部の合計を一番下に出したいと言った時に、これをね、もちろん一つ一つですね、こう選択をしてですね、オートサムで合計を出していってもいいんですけども、簡単にですね、この小計と合計を一発で集計することができます。それでは早速やってみたいと思うんですけども、やり方はね、非常に簡単で、じゃあ今回で言うと、まず一番上のこの小計のところですね、こちらの範囲をマウスのドラッグで選択をして、次にこの下のね、この小計の範囲ですね、こちらをコントロールキーを押しながら範囲を選択をします。でさらに今回ね、一番最後のですね、この下の合計の行のところもコントロールを押しながら選択をしてください。はい、これでこのホームタブの中にあるこのオートサムというところですね、こちらをクリックします。はい、そうするとですね、この一番上の小計のところですね、じゃあこちらの B の5のところを選択をすると、この B の2から B の4の合計が入っていて、でこの下の小計のところですね、ここは B の6から B の8の合計が入って、でこの一番下のところですね、こちらを見るとですね、この B の9とこの B の5、この小計の合計が一番下の合計のところに入るということですね。はい、といったことで、今回の動画では Excel で小計と合計を一発で集計する方法をご紹介しましたけども、ちょっとしたことではあるとは思うんですけどもね、作業の効率化につながると思いますんで、ぜひ覚えておいてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。